藤枝 FC vs セレッソ大阪 U23 のゲームをお伝えしてまいります。さあ、藤枝の方は先頭に黄色いユニフォームゴールキーパーノックオフで前半が始まります。今笛が鳴りました。キックオフです。中盤から最終ラインまで一旦戻します。左手を上げました。高いボール、ヘディングシュート、決まったゴール、秋山。今日はセンターバックの真ん中に入ってのスタメン、秋山が消えました。非常にその高いボールでこのピンポイントという感じにもなりました。時間が続いているようですが、まだ決定的な場面までは作られていない藤枝なんですが、今少しセレッソが乗ってきました。クロスが入ってきてシュート、決まった、同点ゴール。このクラバですね、近藤クラバ、そして辛坊、そして藤尾、なんとか足を出したがもう一度拾う。さあセレッソのチャンスだ、勝ち越しのチャンス。これハンド、今の場面ですね、右手ですか。この完璧に逆をつきました藤尾、今シーズン5得点目、これでセレッソ大阪2対1勝ち越しました。今シーズンその7点しか取れていなかったそのセレッソ大阪 U23 なんですけれども、右サイド左足のクラス、ヘディングシュート、決まった、ゴールに決めました。さすがエースナンバー9大石。後半40分を経過しています。矢沢からのパス、スルーパス、さあこれ決めたい、シュート、吉田受けて、こう矢沢達也のこのパス、もうギリギリでその裏へ抜け出して、今大石が映りました。大石は同点ゴールでした。これも向こうがタッチを割りました。これタイムアップです。3対2、藤枝 FC が